エンドレスサマーっていうのがありまして、海外にいてもどこにいても生活ができるようにハイパーノマド人生を満喫してる方ねはハイライフカレンダーを元に旅をしているというのを教えてもらったんですね。カリバナっていうのが年間のうちの多分2週間ぐらいしか咲かなくて、皆さんこんにちは、アズ様です。今回はこの資格取んねんっていう人おるけど、資格取った先何したいか分からへん。よろしくお願いします。なんかね、うちの親父もそうなんですけど、資格を何個も取り続けるんですけども、その資格を取ってから何かをしたっていうのはあまり見たことがないんですけれども、まあ今回なんですけれども、ハイパーノマドトラベラー菅様チャンネルということで、今日は教えて菅様じゃないけれども、ちょっとこういう過ごし方はどうでしょうかっていうシリーズでやっていきたいなというふうに思うんですね。で、僕も昔は知らなかったんですけれども、いろんなところを旅してると毎回出会う人たちがいるんですね。で、その人たちに次どこが面白い、どこの時期にどこに行くの面白いっていうのを聞いて真似をしてた時期があるんですけれども、そうやって真似をしているとですね、やたら同じ場所で、違う場所で同じ人間と会うということが起こったんですけども、皆さんはハイライフカレンダーっていうのを聞いたことありますでしょうか。何ハイライフカレンダーみたいな。カレンダーはもちろんね、わかると思うんですけども、これはどういうことかというと、僕のこの旅のポリシーである、まあ、一つのテーマですけども、それ何かというと、エンドレスサマーっていうのがありまして、カン・サマーのニックネームの由来でありますけども、僕の名前はカンイチというので、年上の人からはカンちゃんとか、年下の人からはカンさんとかカン様とか言われたんですけども、これね、夏好きでカンイチなんでカン・サマーなんですけど、僕の一つの旅のテーマ、どこ行こうかなとか何したいかなっていう一つに大きなポイントがあるんですね。それは何かというと、サマーなんですね。夏を追っかけるということなので、まあ今日本は冬になってきてて、今コロナであんまりうろちょろできないですけれども、日本が冬になっても海外では、例えばオーストラリアとかは日本と真逆なので夏ですし、ハワイとかも常夏ですし、東南アジアとか行っても、まあ、基本的に雨季と寒季なんで、日本の冬の間も夏のところがいっぱいあるということで、夏を追いかけていくということで、エンドレスサマーね。そして海外にいてもどこにいても生活ができるようにハイパーノマドみたいなね、インターネットを駆使して日本の一箇所にいなくても、オフィスに行ったりね、しなくても仕事が成り立つようなことをしたいなというふうに20数年前感じたわけですよ。で、時は流れて、今こういうコロナ禍になりまして、オフィスに行けないね、そしてオフィスに行かなくても仕事ができるんじゃないか、大手の企業が淡路島に本社を持ったり、沖縄に移転したり、海外に移転したりっていうことじゃないですか。で、僕が若い頃聞いてなるほどなと思ったことを今日はシェアしたいなと思います。それはハイライフカレンダーっていうものなんですね。世の中の自由人だとか旅人とか、その人生を満喫してる方ねはハイライフカレンダーを元に旅をしてるというのを教えてもらったんですね。まあ、これは何かと言いますと、例えばちょっと前、11月ですけれども、11月の後半になると紅葉ね、なりますよね。山がすごい綺麗に、もみじだとか、紅葉のシーズンがありますけれども、紅葉の時期の京都は世界中から大人気になるとか、例えばカウントダウン、年末年始のニューヨークのタイムズスクエア、ここはすごい人気であるとか、例えばモナコグランプリが開催されている時のモナコであるとか、まああるじゃないですか。例えば僕は沖縄よく行きますけども、サガリバナっていうのが年間のうちの多分2週間ぐらいしか咲かなくて、しかも夜のうちに咲いて朝になると散ってしまう。そしてリバークルージングとかマングローブのところに行くと、そのサガリバナが落ちてすごい綺麗。そのサガリバナが咲く時期の沖縄だとか、まあいろいろあるじゃないですか。このシーズンにはここがベストっていうものがありまして、僕が思う菅様式ハイライフカレンダーみたいなものをちょっとね、今日はシェアしたいなというふうに思います。まあ、今年2020年はコロナによってそれが全狂いしたんですけれども、僕はどんな感じのハイライフカレンダーかというものを紹介していきたいなと思います。
まず、ドゥルルルン、1月。まあ1月なんですけれども、大体カウントダウンは僕はフィリピンの方に2010年からこう行っておりますので、カウントダウンはフィリピンで過ごします。っていうのが、フィリピンの人は非常にこのユニークで、そしてエネルギッシュで、そのポジティブで楽しい陽気なんですね。で、まあ、マニラの市内にはもうこう高層マンションがいっぱいありまして、そこの上からとんでもない花火がバンバーンって上がってですね、最高のカウントダウンを迎えれるということで、年末年始はフィリピンで過ごすことが非常に多いでございます。そしてまあ1月、2月、3月というのは日本は寒いですし、そして花粉症2月、3月があるので、僕の場合はフィリピンに行く前は2月、3月、4月ぐらいはどこで過ごしてたかと言いますと、オーストラリアということなんですね。っていうのがエンドレスサマーのテーマなので、もちろんこの動画を見てる方は私は寒がりじゃないよ、真冬の北欧行きたいよっていう人もいるかもしれないんですけども、あくまでもカンサマーなんで夏を追っかけてるということで、2月、3月、4月は大体オーストラリア、まあ、今はフィリピンに行くんですけども、オーストラリアもですね、いろいろ行きました。まあ、12月ぐらいからでもいいと思うんですけども、2月、3月、4月はですね、僕は一番初めにオーストラリアに行ったのはワーキングホリデーっていうのができまして、今からもう30年前ですね、丸30年前の1990年、僕がまだ21歳の時に行きましたけれども、その時は一番長期で滞在したのはクイーンズランド州。オーストラリアは、ね、6つの州があるんですよ。これ合ってる？大丈夫？クイーンズランド州ね、それからその下に、行きますとニューサウスウェールズ、ウェールズ NSW ね、これシドニーとかあります。でちょっとこう降りていきますとビクトリア州、これ州都はメルボルン、そしてその地図で言ったら、左に行きます。そうするとサウスオーストラリア、南オーストラリア州、これ州都はアデレード、そしてその左側に行くと、ウェスタンオーストラリア州 WA ね、ここの州都がパース。でずっと西海岸上がっていくとでかいところがありますね、北部特別地域ノーザンテリトリー、これが州都がダーウィン、そしてメルボルンから下に下った時に北海道ぐらいの大きさの島があるんですけど、ここがタスマニアって言いまして、州都がホバート。覚えてるやん、すごない？僕はまあクイーンズランド州に一番長いこといたんですけれども、ワーホリの時は。その後はですね、ウエスタンオーストラリアのパースっていうのが好きで、2005年から2006年2007年2008年2009年、この5年連続日本の寒い時期をオーストラリアのパースで過ごしました。具体的に言うと12月から5月の中旬ぐらいまでです。これベストシーズンなんですね。まあ、寒気ですし天気がいいですし、まあ、西海岸なんでオーストラリアのパースは水平線に沈む夕日がむちゃくちゃ綺麗。そして僕が住んでたのはコテスロービーチエリアって言いまして、ペパーミントグローブだとか、あとはスカボロービーチとか、このサンセットコースト沿いですねにずっと住んでまして、気分によってはビーチでサンセットをいつも見ると。サマータイムっていうのをオーストラリアは導入されまして、導入されてる時は9時ぐらいまで太陽があって9時半ぐらいにサンセットするというね、真夏は、まあ、最高なんですけれども、まあそういう感じで昼間は日焼けで、夕方からはビーチ、あるいはスワン川ってありましてね、スワン川のほとりに行ってバーベキュー、そしてみんなでお酒とか飲んでワイン飲んでチーズ食べてバーベキューしてユンタクみたいなね、でシェアハウスに帰ってきて夜はみんなでご飯を食べながら、さらにお酒を飲んで映画を見たりゲームをしたりっていうのを過ごしてましたね。2月3月4月の僕のおすすめはオーストラリア、おすすめの街は僕が滞在した長期滞在したのはパース、それから東海岸のゴールドコーストありまして、ゴールドコーストからちょっと南に行ったところ、ニューサウスウェールズのロハスな街ですね。ヨガが好きな人とかサーフィンが好きな人だとか、そういう方が好むバイロンベイっていうところがありまして、もう最高でございます。世界のセレブが別荘を買ったりとかロングステイで滞在する場所のバイロンベイっていうのがあるので、まあ、そこに長期で滞在してました。で5月なんですけれども、5月はですね、そうですね、僕の場合は日本にちょっといて、あとはねベトナムとか行ったりしますね。東南アジアのご機嫌の街ベトナムであったりバリであったりとか、
バリの隣のロンボク島であったりだとか、まあ、その辺の界隈のところで過ごすのが好きです。で、6月なんですけど、ジューンね、6月何かと言いますと、まあ、ここはもう東南アジア雨季に入ってますから、僕はいいベストシーズンを追いかけていくので、6月の中旬、まあ、20日以降ぐらいに僕の大好きな沖縄、これが梅雨明けするんですね。梅雨明けするので、これ梅雨明け10日と言いまして、完全にピーカンの状態が6月の後半沖縄訪れます。で、僕はずっと若い頃はですね、八重山諸島って言いまして石垣界隈が好きでしたね。石垣から行く西表島、このアドベンチャーね、それから石垣から行く波照間島、波照間島ですね、日本最南端。僕がよく行ってた頃はラックって言いまして、RAC 琉球エアコミューターみたいなのがありまして、まあ9人乗りぐらいだったかな、の小さなセスナみたいなので、石垣空港からビューンと遊覧飛行みたいな感じで波照間島に行けると。まあ波照間島はもう海も綺麗ですし、西浜ビーチ、そしてもう星も綺麗ですし、ユンタクも面白いし、ほんと最高でございまして、まああとは、小浜島よく行ってましたね。好きな宿がありまして、まあもちろん与那国島も行ってましたし、黒島も行きましたし、あとはどこ、まあ結構八重山諸島っていうの大好きで、20代後半半ばぐらいから30代後半ぐらいまではよく八重山諸島に行ってましたね。そしてそこから宮古島、宮古諸島派にちょっとそっちの方が好きになって行くことが増えましたね。宮古、もちろん沖縄本島の周りの慶良間諸島、僕が特に好きなのは赤島とかなんですけども、この梅雨明け6月の後半ぐらいからは沖縄が非常におすすめです。そして7月8月なんですけど、これは日本も真夏ということで、もちろん日本の沖縄ぐるぐる回ったりとか、去年に関しましてはアメリカ横断してましたね。まあアメリカをずっとこう横断して、まあ大体はそうですね、日本にいることが多いですかね。7月8月では一番僕は日本にいる、ね、日本の暑い夏は好きなんで沖縄を中心に回ってるってことですね。で、8月の後半ぐらいからなんですけど、これ僕好きなのがマルタ島なんです。地中海の奇跡マルタみたいな感じで、